カーディナルか。うむ、通信は問題ないようじゃな。もう彼女への道を進んでいるところか。ああ、ドロシーに案内してもらっている。ダークテリトリーに入ったらカーディナルとの通信もできなくなりそうか。いや、安定性がないだけで可能なはずじゃ。また日を改めて連絡する。お主らが無事かどうか、カセドラルに残った者たちも心配しておる。分かったよ。状況によっては応援を頼みたいしな。それじゃあ行ってくる。なあドロシー、これはそちらに行く前の心構えとして聞いておきたいんだが、ダークテリトリーの住民ってどんな感じなんだ？俺はゴブリンとか見たことあるんだけど、かなり好戦的な印象だったから。そうですね、否定はできません。暗黒界は弱肉強食、力こそ全てという力の掟が存在します。遥か昔、暗黒神ベクタ様が支配した時代から受け継がれてきたことです。暗黒神ベクタ、そういえばベクタという神は人界では悪人として恐れられていたな。記憶喪失で見知らぬ場所に現れた俺自身もベクタの迷子と呼ばれていた。おそらく暗黒神ベクタが畏怖の対象であることから、負の出来事に紐付けられることが多いんだろう。ダークテリトリー側にも人界にあるような神話があり、その神話の影響が人々にも現れているというところか。この力の掟があるゆえに、均衡した力関係では意志のすり合わせが難しく、実行たちはそれぞれ好き勝手に物を言うばかりなのです。なるほど。でもそれって和平を目指す俺たちとしては悪くはないよな。しっかりとした意思統一がされていない今だからこそ、二つの世界が手を結ぶ未来が残されているとも言えるだろう。まさにその通りです。人界側にもシャスター様のようなお考えの方がいるとは、とても心強いです。キリト、実はこの先を進むと案内人が一人待っています。もう一つの和平賛同勢力である商工ギルドから派遣されたものです。彼は武力からかけ離れたような人物なので安心してください。いろんなところに顔が利くものなので旅の援助をしてもらいます。どんなやつなんだ？彼は悪い人間ではないのです、本当に。なぜ会う前からそんなことを言い出すんだ。癖のある人物ですが、シャスター様も認めている方です。失礼がある場合は召喚に苦情を言っていただければ。もう苦情受付窓口を作ってるの、すごく気になるんだけど。
とにかく彼と合流しましょう。ね、なんでなのか教えてくれよ。なあドロシー、なあってば。ひゃー、誰かを助けよう。誰かの悲鳴か。あの声はおそらく商工ギルドのカイナン殿です。もしかして魔獣に襲われているのかもしれない。声の方へ急ごう。カイナン殿の元まで急がねばなりませんが、この辺りは強い魔獣が多く存在します。奇襲があるかもしれません。なるべく音を立てずに静かに行きましょう。ああ、嫌な空気が漂ってるな。それこそ今すぐにでも。おっと、お出ました。噂をすればなんとやらだな。そんな、カイナン殿を助けなくてはならないのに。魔獣は小さな音にも敏感だ。遅かれ早かれバレてたさ。いえ、召喚が君に話しかけてしまったからです。つまり召喚が引き寄せたと言っても過言ではありません。いや、俺も喋っただろ。ドロシーだけのせいじゃないって。手たらくでは到底みんなに認められる暗黒騎士になれない。おいドロシー、聞いてるか。キリト、すみません。責任を取ります。あれは召喚が相手しましょう。いざ尋常に参る。こらドロシー君や、待ちなさい。はい、何ですかキリト。連帯責任で行こう。連帯責任？一緒に戦うんだよ。救出を待ってる奴がいるんだから、早く駆けつけるためになおさらそうすべきだろ。というわけでお手を拝借。いざ尋常に参る。ドロシー・イザヤ・エリシバ、貴殿と共にいざ尋常に参ります。ドロシーもな。ほら、
一緒に戦った方が良かっただろ。はい。まだ出会って少しの間からだけど、ドロシーって見た目は大人っぽいのに中身は結構幼い印象があるな。周りを見ずに突っ走る癖は見ていて危なっかしい。騎士団に所属してるのにパーティーでの戦い方が不慣れな印象がある。キリト、ごめんなさい。けど素直で正義感あふれる女の子だっていうのも分かった。いいんだ、先を急ごうぜ。カイナン殿とやらを助けないとな。当たり前だろ。新しい旅の仲間と挨拶する前に邪魔者を退けないとダメみたいだな。ドロシー、行くぞ。はい、よろしくお願いします。さあ始めようか。わかりました。
て倒してみせる。やー、こんなのどうだ。助けていただきありがとうございます。和平の使者様方、私はカイなんです。以後お見知りおきよ。サライもいるよ。サライ、大人がお話をしてるときは喋ってはダメと召喚と約束したでしょ。そうだった。シー、そうです、シーですよ。失礼いたしました。召喚もお口を閉じて。あ、いや、寡黙な暗黒騎士らしく黙っています。カイナンでいいか。俺はキリト、よろしくね。あ、早速だけど、実際に会って尋ねてみたいと思っていたことがあったんだ。将校ギルドはどうして和平に乗り気なんだ。キリトさん、よくぞ聞いてくれました。私が言うのもなんですが、暗黒界はキリトさんみたいにどうして、なぜを考えるもんが少ないんですよ。というと？皆さん、我々が止めようとしてるこの戦い、よくよく考えたら一体誰が得をするんだろうと思いますか。得か、得って言われると、どっちも引けないから起きる戦いだと思ってたところがあるよ。だからすぐには思いつかないや。そうですよね。みんな後に引けなくなってるのは確かです。じゃあですね、戦いました、たくさん死にました、どっちかが勝ったとして、それでその後は、もし暗黒海軍が勝ったとしましょう。暗黒海は資源が少ないです。だから人海の水や果実、北条が約束された土地を喜んで奪うでしょう。でもですね、侵攻しても人海の土地を有効活用できなきゃ資源の問題も解決しません。またすぐ荒れ地を作るだけです。暗黒界全体のことを考えたら、人海と交易でも始めた方がよっぽど将来のためになるんですわ。ダークテリトリーと交易ですか。今は想像もつきませんが、私からすると戦争の流れの方が想像したくないですし、できないですね。私は剣も弓も使えません。それは、いや、暗黒騎士さん含めてそちらの騎士さんの騎士道を否定したいわけじゃないんですよ。なんか起きたら守ってくれるのは騎士さんですから。ただですね、本当に戦いたくもない、力も弱い、ただ大地に根ざして生きてるもんからすると、今の状況は怖いんですよ。戦争なんて始まってほしくないんです。なんで族長レンギルの名代として言わせてもらいます。将校ギルドとしては、利益の大して出ない戦争より和平に手助けして利益のある未来を望みます。いざ平和になったら、そちらさんと独占的な交易をさせてもらえたら、こちらは文句なしですわ。なるほど、やはり和平賛同派も一概に全員同じやつじゃないんだ。暗黒騎士は
ダークテリトリー全体のためって感じだが、商工ギルドはあくまで利益のため、そして身の安全のためか。これは他の十行との交渉でも相手の欲しいものをちゃんと見極めないとうまくいかなそうだな。ふむ、視野は広い男ですね。まともな人物ではないですか。苦情窓口など必要ないのでは。カイナン殿の悪い癖はそのうちわかります。ん？さすがです。どういうことかな。
しいです。さて、そろそろこれが必要ですね。じゃじゃーん、商工会ギルド御用達の超高級品、名瀑の香水でございます。皆さんはこれから暗黒界に入るわけなんですが、どう見ても人界の人族の方々です。こりゃまずい、暗黒怪人といらぬ騒動が起きます。身を偽らねばなりません。しかしどうやって。そこでこちら、他者の認識を惑わす暗黒術を時間をかけてたっぷり何重にも施した名品中の名品の出番でございます。これを暗黒界の人族と念じながら振りかけていただくと、あら不思議、相手に思わせたい印象を与えることができるのです。なるほど、確かに優れものです。それにしても、俺たちとそっちの人族ってそんなに違うのか。バレたら戦闘が起きるくらい。見た感じそうですね。こちらに来れば私の言ってること分かりますよ。でもドロシーはそんなに違わないよな。まあまあキリトさん、あんまり深く考えず使ってください。ちなみにこれ大変希少なものでして、そうですね、和平が叶った暁には人界と暗黒界の交易でたくさんお金儲けさせてもらいますんで、大負けに負けてこれくらいで。カイナン殿、和平の使者様方を相手に商売を始めないでください。ドロシーさんの意気ぞ。じゃあブツブツ交換でも構いませんよ。そこのお嬢さん、アリスさんの持つ剣なんてすごい値打ち物だ。それ一本で手を打ってもいい。ちょっと見せてもらっても。ほう、私の金木犀の剣を売れと。いい度胸ですね。剣の露になりたいのですか。ああ、カイナン殿、何でもかんでも商売の種にするのはおやめください。この方は聖豪騎士の中でも名を轟かせているアリス・シンセシス・サーティ殿ですよ。殺されたいんですか。殺されますよ。なんと。ではそこのお坊ちゃん、ユージオさん、お住まいはどちらですかな。よければ所有している家屋などあれば譲っていただけませんかね。和平の暁にはそちらでの商売の足がかりにさせてもらえたら助かりますわ。え、僕？ルーリットの村はのどかな村だし、商売には向かないんじゃないかな。僕も住む家がなくなると困るし。ユージオ殿、検討しなくて結構です。カイナン殿、この時点で和平を壊そうとしないでください。召喚の命がけの努力が無駄になります。ダークテリトリーの人ってもっとこう怖くて得体の知れない人たちばっかりかと思ったんだけど、人界にいる商人さんとあんまり変わらないですね。リズさん仲良くなれるんじゃないですか。え、私？否定できないわね。結構好きだわあのおじさん。サライは？そうだった、サライもダークテリトリー出身だったわね。サライちゃんとも仲良くできるんだから、他の人とできないなんてことはないよ。やっかっこいいなさい。
ここで負けるわけにはいかない。やってやるぜ。